きましょう。飲みました。飲みます。はい、じゃあとりあえずお水を。揚げ物の前がよろしいですか、それとも後がよろしいですか。前がよろしいですか。わかりました。焼き加減がミディアム、レア、ウェルダンと伺ってます。ございます。どれがよろしいですか。ミディアム、僕レア、ミディアム、レアぐらい。はい、ミディアム、レアがお一つと、ミディアムで、はい、はい、どうしました。では様子を見てお出しさせていただきますね。はい、ありがとうございます。はい、ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。乾杯しよう。もう火が消えるまで待っていただいた方がよろしいかと思います。
美味しくいただけます。食べたいですね。この出てる。多分このステーキ以外で出てる。あと赤だし。ミディアムレアの方、はい、おいしいときおいしい。
こちらが天ぷらでございます。いつ頃がいいですお持ちするの。あ、じゃあもうお願いします。よろしいですか、はい、どれぐらい食べれそうです。あんまりなちょっとでいいです。ちょっとでいい、はい、あちょっとでいいちょっとでいいです、はい。この辺もちょっといただきますね。聞いてくれるのがいいあのおひつでも食べて一番きつい。ほとんど無駄になるから申し訳ない。しましたよ。あ、いいです。大丈夫ですか。まあお若いのに。腹八分目が一番ですよね。いいお肉も答えました。食後までデザートがありますのでね、はい、お持ちしますので、はい、また言ってください。
これは多分めっちゃいいんじゃない。あれ
結構食べたと言えるんじゃない。
デザート持ってきましょうか。お願いします。はい。バレた。あいつら進まねえなって。火が暮れちゃうよ。30分前と変わってない。あの人通り行ったし。芋焼酎飲まないので飲めない焼酎飲める？芋焼酎。何か言う。白いところが杏仁豆腐で、真ん中はあまおうのくず餅。おお、あまおうのくず餅。くず餅。美味しいよ。まあ、そう。つるっと食べれるけどね。はい、どうぞ。なんか見た目が大変。杉本様、お飲み物ご追加はもうよろしいですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、そうな。ちょっと見せちゃって部屋戻ろう。島ネギだよね。あいつってこのレストランの上だったんだ。そう。普通に普通は。ああ。ここにビールがあるよ。ビールと。
普通や。今はユーフロントニューエッジ。水ね、はい。水部屋にもあった。オッケーオッケー。なんかそうやって進む動物になったっけ。あ、なんかいるね、トカゲみたいな。